ユニフォームオフィスフォーマットは、オフィススイート向けに、中華人民共和国で開発された、オープン標準である。ワードプロセス、プレゼンテーション、表計算モジュールのフォーマットである。フォーマットの規格と GUI、API で構成されている。オパンドキアメントや、オフィスオープン、XML と同様、文書ファイルは XML を用いて規定される。 2002年1月より開発が進められ、2005年12月には企画の最初のドラフトが公開された。策定作業は公開されており、企画はフリーである。2007年4月には中国国家標準となった。トフについては、トフ、ユフコンバーターを、OX 丸については、ユフオパンクスマルトラレーターを使用することで、それぞれユフとの相互変換が可能である。 前者は、北京大学のオープンスタンダードラボにより2005年11月より、翌年10月にかけて開発され、LGPL の下で提供されている。後者は、北京航空航天大学とマイクロソフトを中心と、するチームによって開発され、修正 BSD ライセンスで提供されている。中華人民共和国省務部、中国国家知識産権局。 サンマイクロシステムズにより招集され、北京で2007年4月に開催された会議、WTO イップアーズ・イシューズ・イン・スタンダーデゼーションにて3社の会長であるスコット・マクネリは、トフと中国のユフを統合する必要性を示した。ただし、両方のフォーマットはオープンだが、文書の記述法がそれぞれ根本的に異なっているため、技術的に特別な方法を必要とするとされている。 詳細はベイティンズと IP ウォッチにてありがとうございます。